きまして、皆さんよろしくお願いします。皆さん頑張れ。新宿西口駅とお歩きの皆さん、今日本は戦後最大の危機を迎えようとしています。これご存じのように2019年もともとの予定された東京オリンピックの前年からわずか数年、本当に世界は変わりました。まずコロナ、これによって世界中も変わった。そしてウイグル、ロシア侵略、そしてこれは日本のことではございますが、安倍元総理の暗殺、わずか数年、3年で本当に世界は変わろうとしています。そして私が今戦後最大の危機が日本に訪れようとしているというのは、皆さん今まで曲がりなりにも日本が、そして世界が平和だった理由お分かりですか。これは中国とソ連が分断されてたんですよ。第一次冷戦でアメリカのレーガン大統領が頑張り、そしてソ連が崩壊しました。この時皆さん、これは現代史見てください。中国とソ連が対立してたんです。日本はの外交の何よりの根底は、これももちろん日米関係が大事だということは言うまでもありませんが、中国とロシアを分断させることだったんですね。安倍さんはそれを考えてました。ですから結果的には完全にプーチンの手玉に取られたんですが、安倍さんは中ロの分断をしようとした。ところが今回のプーチンのロシア侵略によって一番結果的に得するのは中国なんですよ。中国は今状況を見てロシアに全面的な支援はしてませんよ。しかしあそこは4000年にわたって詐欺師の修行をしている国です。本当にしたたかです。結局このロシアはおそらく撤兵するでしょう。あるいはロシアが勝ったとしても負けたとしても、いずれにしてももうロシアと西側は完全にアウトです。とすると中国はロシアの兵器から兵力から完全に取れるんですね。そして日本の周りに中国、ロシア、北朝鮮というとんでもない核を持った国、そして反日国家、もうロシアは今までは必ずしもそうではなかったですけど、このウクライナ戦争の失敗によって中国に取り込まれることによって完全に反日になります。その3つの国が核を持って日本を狙ってるんですよ。これ皆さん地球儀見てください。こんなにやばい状況に置かれてる国は日本ぐらいしかないですよ。で国民の皆さんもそれを本能的に感じてるから、あんな立憲なんていうくだらない政党じゃなくて自民党を支援したと思います。しかし残念ながら、私あえて残念ながらと言いますが、自民党が一番ダメなんですよ。それはね、あの立憲なんて未だに憲法9条なんて根元を言ってる、こんなものは問題外です。もうあのここに新宿歩いてるような意識の高い皆さんには今更ですが、憲法9条なんかで日本を守れるわけないじゃないですか。もうそういう冗談を言ってる時じゃないんですよ。憲法9条で国は守れるなら世界中が憲法9条やってますよ。本当そうですよ。じゃあ例えばウクライナが憲法9条なんかあったってロシア関係ないですよ。本当にそうです。憲法9条なんかをこういうね、冗談はやめましょう。真剣に日本のことを考えましょう。ロシア、中国、北朝鮮、それぞれ核を持ってんですよ。じゃあ憲法9条なんてのが何の役にも立たないのに、少なくとも戦後74年日本は曲がりなりも平和だったのは何か。これは日米安保条約があって米軍がいたからです。これは親米派だろうが反米派だろうが何派だろうが認めざるを得ない歴史的事実です。問題はそのアメリカがもう勝手の力がないんですよ。アメリカ自身がもう世界の警察であることをやめると言っています。そしてアメリカは今完全な分断国家になりました。もう共和党と民主党はもはや寄りが戻らないでしょう。そしていい悪いは別にしてアメリカの戦後をずっと支えてきた WACK というホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント、この主流派がもはや主流派ではなくなりつつあるんですね。それどころかホワイト・白人もあとしばらくで少数派になります。いい悪いは別にして皆さんが思うアメリカが勝手なアメリカではなくなってしまうんです。そして中国、
この4000年にわたって人を騙すことを国是としている中国はアメリカに巧みにすり寄っています。そしてこれは、かなり前ですが、太平洋の真ん中でアメリカと中国と島を分け合おうというようなことも中国の責任者が言った。さすがにその段階ではアメリカはノーでしたけれども、これからは分からないですね。でもしそういうふうにアメリカと中国が世界を分断しようということになると、このもと好まざるとにかかわらず日本の地政学的位置からいけば中国側に入っちゃうんです。皆さんそれでいいと思いますか？そこ歩いてるカップルの皆さんいいと思いますか？とんでもないことになりますよ。もうウイグルやチベットのことはもう言うまでもありません。香港見てください。香港数年前はテレビをつければラジオをつければ新聞を見ればあれだけ香港民主化民主化民主化とあれだけみんなが騒いでた。世界中もそれを支援した。今香港で民主化を叫んでる人いますか？全くいないんです。じゃあ中国が最高にいいことやってるか、とんでもない話です。つまり押さえつけちゃうんですよ。押さえつけちゃう。中国というのは本当にそういう国です。日本人の中ではありがとうございます。中国が共産主義独裁の国だということを忘れてる人がいます。それは AI や何かで金儲けした人間とかいろんなところが出ている。しかしこういうんだって中国政府の虎の尾を踏むととんでもないことになるってことはいろいろ出てるじゃないで、まして日本が中国側に入った場合、あれだけ反日教育を徹底的に刷り込まれてるわけですから、当然こういう反中国的なことを言っている私とか水島さんとかここら辺にいる人はいつの間にかいなくなるでしょう。いや本当にこれ冗談じゃなくて中国というのはそういう国なんですよ。これは歴史を勉強すれば誰でも誰でも誰でも分かることです。私たちも命がけです。かつてのソ連みたいに分かりやすい悪じゃないんですよ。悪、あれは当時レーガンが悪の帝国と言いました。ソ連は非常に分かりやすい悪の帝国、中国は超一流の暴力団と超一流の詐欺師が合体した国ですからね。もう日本なんか本当に手玉に取られます。私も尊敬してやまない松下幸之助さんなどというあの立派な方も、中国が経済的に豊かになれば当然まともな国になるだろうということで本当に中国に支援をした。ところが今この有様です。かつて中国は井戸を掘った人は忘れないとか言ってますよ。で田中角栄さんに対しては確かにそうだったけど、その他に対してはもう勝って中国に尽くそうがどうしようが利用価値がないと思ったら平時のように捨てる。これは陰謀士官でも何でもありません。ちゃんと皆さん中国が今までやったことを見てください。ウイグルやチベットだけではありません。至るところでやっています。そしてこのままだと残念ながらもう尖閣は中国のものになるでしょうね。で日本のあれは結局日中友好のためにはこのぐらいの島はまあ仕方ないぐらいのことを言いかねない。本当に日本はそういうふうになっちゃってるんです。でも立憲なんてのがこんな問題ないは当たり前です。問題は自民党なんですよ。自民党の中枢に親中派というのがたくさんいます。もう今更ですが、かつて幹事長として県政を振り続けた二階さんという人、この人はいまだに自分のことを微中派とか言う人がいるけれども、俺ぐらいしか中国と話せる人間はいないとこの後に親とも言ってるんです。じゃあ二階は中国に文句を言ったか、一言も言ってないです。こびへつらうだけなんですね。そして今の内閣を見てください。岸田さんは先ほど水島さんが言ったように日中協会の広島の代表でした。そして林芳正さんという外務大臣、これは今さら私が言うまでもなく完全な親中派です。もうそうしたもので構成されています。中国はもう今や仮想敵じゃなくて本当の敵になってるんですよ、日本にとって。ところが皆さんが危ないと思って立憲なんかを支援しなくて自民党なら大丈夫だと思って支援した自民党のこそに親中派が作っている。それも反主流派でも何でもないですよ。政権の中枢です。じゃあ岸田さん辞めてくれと、じゃあ岸田が辞めたら茂木さんになります、あるいは河野太郎さんになります。いずれにしてもべったり親中派なんです。これね、じゃあ政権交代で立憲になればもっともっとひどくなります。
じゃあ一体どうすればいいか。だからこそ国民運動が必要なんですよ。これは皆さんの身を守るための戦いでもあるんです。中国に脳を突きつけるためにはまず声を上げること、声を上げて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 上げまくること、それしか皆さんの未来を守る道はありません。私は本気でこのままだと日本は完全に中国に飲み込まれると思います。残念ながらアメリカが日本から手を引いた途端にもう中国のものになるでしょう。いいんですか、それで。本当にそれでいいんですか。まして私とか水島さんと違って新宿歩いてる若い皆さん、本当に確率的に中国の軍門に朽ちてしまう可能性が十分あるんですよ。本当にそれでいいのか。今が最後の最後の最後のチャンスです。皆さん、できることをやりましょう。自分でできることをやりましょう。まず声高らかに中国にノーということです。仮に経済的に多少マイナスがあっても中国に飲み込まれることと比較してください。これ本当に危ない時期です。じゃあ日本がどうしたら生き残れるか、私は書くしかないと思います。その通り。憲法が改正しなくても今の憲法9条のままでも核は持てるというのが法制局の見解でもあるんですね。しかし今の日本の世論じゃとても核なんか持てない、それは分かっています。だからこそ、だからこそ声を上げる必要があるんですよ。唯一の被爆国、唯一の核の被害国である日本こそ核を持つ正当性があるんですよ。親をピストルで殺された遺族こそピストルを持つ価値があるんですよ。そして唯一の被爆国である日本が核を持つという意思を示すことが世界に与えるインパクトを見てください。少なくとも中国、ロシア、北朝鮮、これが核を持って日本を狙っている以上、日本は核を持つ、少なくともその選択肢を議論する、これしか私はないと思います。今の自民党にそれ言えますか。言った途端にとんでもないことになります。自民党というのは融通無碍な政党です。ですから安倍さんを国賊と言ったあの村上坊なんていうのも未だに衆議院議員は恥ずかしげもなくやってるんです。ところが核を持つ可能性を触れただけで中川翔一さんなんか徹底的に叩かれました。皆さん、核を持つということを議論すること自体が中国に対しての歯止めになるんです。議論は悪じゃない。もう日本、中国とロシアはこのことを止まざるに関わらずもう手を結ばざるを得ない。中国はロシアを飲み込んでしまいます。皆さん、この危機と言われて何を危機と言いますか。繰り返しになります。戦後世界平和が保たれたのは中ソが分断されてたからなんです。それが戦後のごく一部の期間を除いて初めてと言ってもいいです。中ロが手を結ぶ、そしてその最正面にあるのは日本です。皆さんね、これを本気で危機と思わないで一体どうしますか。いや、もう命を奪われるくらいなら中国の軍門に下ってシェイ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 と言った方がいいと考える方の方が多分多いのか。しかし皆さん、日本がもし中国の影響下に置かれたらウイグルどころじゃないですよ。本当に皆さん、これね、真面目に中国が今やってることを検証してください。普通に、まあ、新聞やあのネットで見てください。これは事実です。あるいは香港でやってることを見てください。あれだけ民主化で騒いでた人たちが全く全く全く騒げなくなる。世界が注目している中でも騒げなくなる。それくらい徹底的に徹底的に押さえつけるのが中国ですよ。この中国の怖さが分かっていながら何が民主有効だ、笑わせるな、笑わせるなどころか我々の首を絞めようとしてるんですよ。かつてレーニンは強欲な資本家は自分の首を絞めることが分かっていてもそのロープを逸脱すると言いました。まさに今日本がやってることはそれなんですよ。今新宿を歩いている若い人たちの未来を真っ暗にしようとしている。これは立憲とか左翼政党じゃないんですよ。自民党の中の親中派、そして公明党、そしてもうてめえの利益しか考えない財界人、
こういうものが寄ってたかって皆さんを中国の奴隷にしようとしている。絶対にこれはノーと言わなければいけないんですよ。皆さん立ち上がってください。今ならまだ間に合います。空も怒ってるんですよ。本気でそう思っています。どうか皆さんできる範囲で結構です。電話でもメールでも手紙でも何でも結構です。自民党にもういい加減に中国に飛び火を下るな。そして公明党にもういつまでも中国にべったりとするなと大声を上げていただきたい。それが皆さんの身を守ることであり日本を守ることだと私は本気で本気で本気でそう思っています。戦いましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。三田和夫さんでした。皆さん、ちょっと雷来たってことはもしかしたら雨が来るかもわかりません。はい、それではもう台湾一筋で、ね、頑張っておられます永山台湾研究フォーラム代表の永山秀樹さんにお願いします。この日中国交樹立から50年経ったわけですけれども、でこの50年の日中の関係とはどういうものだったか、その本質を簡単に言えばですね、我が国が中国に対し経済援助、技術協力を行い、あの国を繁栄させ経済成長を成し遂げさせた。そしてその結果中国は経済成長を招き軍事大国化し、そしてその結果あの国は日本に軍事的脅威を及ぼしているわけです。そういった状況を作り出したのがこの50年間であったと、そういったことが言えるわけです。こういった状況を我々今後どう打開していかなければならないか、それが日中国交樹立50年目の今日突きつけられている課題であります。先日経団連と中国の駐日大使館が国交樹立50周年を記念したシンポジウムを行いました。経団連はさらなる経済関係加速、そういったものをアピールしましたが、それに対して中国大使館、中国大使は何を言ったか、こう言いました。これ以上日本は台湾の問題に関与して日中関係にダメージを与えてはならない、そう言ったんです。これはどういうことか、それは現在中国が台湾に対する軍事的脅威を強めつつある。そこで我が国は世界に向けて台湾海峡の平和と安定が重要であると、そういったアピールを繰り返しています。これが中国にとっては非常に嫌なんです。中国は脅威であるということを日本が世界に向けてアピールをしている。これが中国にとっては危機感を感じるわけです。だからそのように中国の軍事的脅威を批判するのをやめろ。それ以上批判すると日中関係には打撃を与えるぞ。そういったことを中国大使は発言したわけです。そしてさらに中国大使はこのようなことも言いました。これ以上台湾問題で中国に挑発するような行為に加担するのはやめろ。つまり今アメリカが台湾、中国の台湾侵攻を牽制しております。
中国はこれをもって中国へアメリカの中国への挑発だと批判し、そのアメリカと日本は提携するのをやめろと言っているわけです。つまり日米分断、そういったアピールをしているわけです。さらに中国大使はこうも言いました。台湾政府に誤ったシグナルを送るな、これは日本がアメリカとともに中国の台湾侵攻を牽制しつつある、そういったことをすると台湾の人々に激励を与えることになる。今これまで中国がやってきたことは、台湾から台湾を孤立させ、台湾の人々から国防の自信を奪い、そして台湾を飲み込んでしまう、そういった策略でやってまいりました。ところが今日本とアメリカがその中国を牽制しつつある。そうなると台湾の人々、国防に自信を持ってしまう。そうなると中国の台湾平和というものがうまくいかない。だから日本は台湾の人々を励ますのをやめろ、そういう話を日中国交50周年記念のシンポジウムで中国大使は日本に訴えました。つまりこれからの日中関係、大事なことは日本は台湾問題に関与するな、中国は台湾に対して何をしようとも見て見ぬふりをしろ、アメリカが台湾を守るというんであれば日本はアメリカと付き合ってはならない、黙って中国と仲良くしていろ、そういったことを日中国交50周年を記念した講演で中国大使はアピールをしたんです。台湾侵略を見て見ぬふりをしろというのか、それとは台湾のことか。さらに言えば台湾有事は日本有事、中国が台湾侵攻するというのであれば間違いなく日本の南西諸島はその全域に組み込まれ、そして日本もまた戦争に巻き込まれることになる。それでも日本は黙って台湾侵略を見て見ぬふりをしろというのか、こういったことを中国は今日本に要求しているわけです。そして中国に対して日本の政界、財界、中国との緊張に耐えかね、日中関係を改善しようと訴えている人々がいるわけです。今我々が日本がやるべきことは日米同盟の強化、中国の軍事侵攻の牽制、それをしなければならないわけです。どういうことか、それは抑止力を高めるということ。戦争するんじゃないんです。戦争を防ぐために日米同盟が強化されなければならない、中国に侵略を思いとどまらせなければならない。中国は今政権維持のためにいずれ台湾侵攻をやろうとしているわけです。中国は本気なんです。それをやめさせるには日本とアメリカは提携し、そして台湾との提携も強化し、中国の侵略を踏みとどまらせるしかないわけです。ところがそれを嫌う人々が政界経済界にいるわけです。中国はそもそも建国当初からアメリカと日本の分断を図ってきました。日米同盟反対なんです。米軍基地反対なんです。
日米安保反対、それが中国の対日政策であります。確かに一時は日米安保を認める黙認する姿勢を示したこともあります。しかしそれは当時中国とソ連が鋭く対立し、日米同盟の存在がソ連牽制に利用できたから、だから表面的には日米安保に反対しなかった時期もある。しかし本音は日米の分断であることは、先頃の中日大使の発言からも明らかであるわけです。そして中国が建国以来行ってきたことは、日米分断以外にもう一つ、日本国内の分断であります。日本国内の反米勢力を支援する、あるいは反米勢力を侮辱する、そのようにして日本国内を分断し、日本国内に親中国勢力を拡大させ、そして日本を中国の言いなりになる国に立て上げようとする、これが中国建国以来の対日戦略の本質であります。先ほど紹介しました中国大使の発言、まさにその彼らの本音がにじみ出ているではありませんか。彼が言ったことは、日米の分断、台湾侵略を見て見ぬふりをしろ、もし日本がそのようなことをしたら日本は間違いなく中国の属国になるだろうね。ところがそれを知ってかし、そういうことを知りながらも中国との関係改善を訴えようとする勢力が日本を牛耳って、政界経済界だけではありません、我々最も身近な存在であるマスコミ、マスコミの半分以上は新中国です。今の中国の台湾侵略のこの脅威、これに反対しないばかりか、日本はアメリカと距離を置けと言っている、そういった論調が多々あることを皆様お気づきでしょうか。台湾問題をめぐる台湾中国の脅威の拡大、これを朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、 NHK、 共同通信、どれもが単なる米中対立だと片付けている。そしてその上で日本はアメリカと歩調を合わせず中国と仲良くしろという、そういったことを訴え続けている。まさに中国による日本国内分断工作、その産物が今のマスコミであるということが分かるんじゃありませんか。今の日本のマスコミ各社の新中国的論調は、すべて中国によって腐食された新中国勢力となせる技なんです。まず我々、こういった中国の対日工作、そしてその工作が生んだ今の日本の現状、そういったものをまず認識し、危機感を高め、そういったものに対し国民一人一人がノーの声を上げる、そうせざるを得ないんです。日本の政治を変えるには、マスメディアを変えるには、中国に迎合し、日本の国を売り飛ばすような、そういった勢力を許してはならない。そういった声を上げるしかないんです。そういったことを声を大にして、訴えていきたいと思います。皆様、頑張りましょう。どうもありがとうございました。はい。